はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。相変わらず可愛いですね。見てたね。はい、えーとですね、えー、これもアメリカの記事なんですけど、えー、本当に、あの、寒波やばいみたいです、アメリカ。はい、寒、えー、波やばいみたいです。はい、えー、実は朝ね、えー、ちょっと言いましたよね、えー、ケンタッキーに住んでる、えー、人がね、えー、方があー、まあ、ああ、 なんていうのかなご親戚にいる方でね、直接聞いたら、あまあ寒波来てるよということで、マイナスサンドだよーって言ってたんですけど、なんとこれ北部ですね、アメリカ北部、ノースダゴッタと、あとミネソタ州ですね、え結構農作業っていうか、あのー、まあ農業が盛んな地なんですけど、えー、秋の収穫がどうやらダメになりそうです。えー まあ、今の季節なんですけど、まあ、いろいろ取れるみたいですね。それが、もう収穫ができないと。はい。えー、まあ、日本はね、えー、アメリカからいろんなものを輸入してますよね。食料品とか、あと、動物用の肥料ですよね。いわゆる、あの、大豆とかね、豚さんとかに食べさせるための大豆とかね、そういったものを輸入してるわけなんですけど、 え収穫がダメになりそうです。はい。雪です。雪。えー、結構ま、積もってるみたいです。積もってしまったみたいです。なので、秋収穫の予定だったんですけど、できなくなってしまったと。はい。えー、まだ11月初めですよ。わかりますはい。えー、寒波到来です。雨ちゃんに。 で、えー、どうやらね、えー、こういったあ農作物に深刻な被害が出ているみたいですね。これもアメリカの記事なんで、えー、貼っておきます。あのー、冗談じゃなくなってきました本当に。はい冗談ではありません。えー、日本本当にねいろんなもの輸入してるんで、えー、厳しくなるんじゃないかな今後ますます。 今でもね、食品、あのー、いろいろと値段上がってますけど、多分ね、もっともっと上がっていくと思いますよ。ええー、まあ、なんていうのかな。我々がね、直接口にするものではないにしても、はい、ええー、餌ですからね、動物の。あと、なんか、ひまわり油用の油のね、ひまわりも栽培してみて、 みたいだったんで、油の値段もね、えー、いわゆる食用油の値段も、えー、どんどん上がってくるんじゃないかなって思いますよ、これ。はい。えー、でもって、やっぱりかって感じなんですけど、はい。えー、寒波、来ますね。えー、なんかね、これね、まあなんて言うと、 いいんでしょうかね、えー、最初「えっ?」て思ったことがあってこのニュースをまず見た時にね「えー、カンバ本当に来てんのかな?」と思ってヤフーで調べたんですよアメリカの気温そしたら「そうでもなかったんですね」え「えおかしいな」と思ってたら、えー、コメントが入りました地元の人関係者から「はい来ているそうです」ええじゃあ どの情報が嘘だったのかってことになりますよね。でもってえ、すごい雪が積もってるところもあります。これ北部です。えー、寒波です。まあ、これがどういうふうにね、日本に流れてくるかどうかわかんないんですけど、えー、多分ね、あの、気流の関係なんで、まあ、2週間後ぐらいでしょうね、来るとしたらね。雪ですよ、雪。はい。 えまあ、びっくりです。まあねえ、流れてこなければいいんですけどね、気流に乗ってね。はい。まあ、そう、そう願うしかないですよね。はい。どうやら、この、あの、アメリカの寒波っていうのは、まあ、本当に来ているようですね。 はい。えー、一応ね、この記事貼っておきます。あの、秋の収穫がダメになったという、あの、記事ですね。これ英語なんで、えー、Google さんに翻訳してもらってね、ください。Google さんから飛んでってください。そうするとね、自動翻訳で翻訳してくれます。えー、びっくりします。雪景色です。 まあ、おかしなことが始まってますよね。これ、まあ、地球が起こってるんじゃないかと私は思っております。はい。えー、人間やりたい放題なんでね。えー、まあ、そういうことなんじゃないかなと思いますよ。はい。えー、ではでは、ああ、こちらの記事も貼っておきますので、皆さん見に行ってください。よろしくお願いいたします。ね、見けた。見けた。 えー、三毛もお花にねちょっとこう黒いポツンがあるんですよね。ね可かわいいね。ねはい。